エスさん、10月1日にキックボクシングの試合に出るんですけども今トレーニング受けててねそれが完全にリモートなんですよでもリモートでもできることって結構あってですね例えばシャドーボクシングをするんですけども昨日は1分間のシャドーボクシングのレッスンがあったんでやったんですけどもやっぱ指摘を受けることが多くてね その指摘っていうのはまずあ、まあ、足がどういうふうに動いていくかとかガードが全然下がっちゃってるよみたいなところがあったりとかしてこのパンチを打った後の返しも良くないっていうことでね、うん、直接やることもあると思いますけどもまあでもね基本っていうのは直接分かなくてもできることばかりだなってことに気づきましたでそれを復習するために自分でもやりながら撮影したりとかしてねそれを動画を送ったりするわけですけども うん、やっぱそう考えるとね基本ができてる人はどんな道でも格闘技でも他のことでも基本ができてる人は例えばねカバンの中のの中持ちち物ととかか立ち振る舞いいっっててうのが決まってきまきすよね基本ができてる方あのよくね空手とか柔道であの道着の着方でもうレベルがわかるとか言うんですけどまさにその通りでまあ強い人っていうのはみんな着慣れてますよね。 で弱い人っていうのはどっかね、着方がおかしいわけなんですよ。まあ、そういうところで、ちゃんと指導を受けていて、それができているんだったら、フォームが固まるし、そうじゃなかったら自己流で、グダグダだから、構えた瞬間に、こいつには勝てるなっていうふうになっちゃうわけですよね。うん、やってもしょうがないどうそれか勝つよみたいなのは、はったりでもなんでもなくって、見ればわかるっていうことなんですよ、まあ。FX もね、あの、何人かの方にお会いして、FX の話させてもらいました。あのプロと言われる方。 残念ながらあの分かってない人ばっかりだったんでこいつ分かってないなっていうね心の中で思いながら、うん、まあ一生かかることはないだろうなとでもこういう人に詐欺られる人もいるんだろうなって思ったり思わなかったりですね、うん、だから基本ができてればもう普段そういうのが、ね、一時が万事で出てるっていうことなんだと思いますけどねそれじゃあいってらっしゃい。